皆さんこんにちは。健康づくり課のアボーです。子ども家庭センターのコージアです。この番組ハルルクッキングでは、簡単に作れてヘルシーでとっても美味しいお料理をパパッと5分でご紹介します。今月のお料理はこちら、卵と野菜の巾着煮です。今年は気温が安定せず寒暖差も大きいため、体調を崩してしまう方も多いのではないでしょうか。また湿度も低く乾燥しやすい今の時期は感染症も心配ですね。食事、睡眠、運動の生活習慣を整えることは、感染症を予防するための免疫力を高めることにつながります。そこで今回は卵と野菜の巾着煮をご紹介します。では材料をご紹介します。材料4人分です。油揚げ4枚、人参 40g、 椎茸2枚、卵4個、 A の調味料、だし汁 200cc、 砂糖大さじ1、みりん大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1です。それでは早速作っていきましょう。アボーさんお願いします。はい。油揚げは熱湯をかけて油抜きします。一辺に切り込みを入れて袋状に開きます。人参は千切りにします。椎茸は薄切りにします。油揚げの中に人参、椎茸を入れ、卵を割り入れます。爪楊枝で口をしっかり閉じます。鍋にだし汁、砂糖、みりん、酒、醤油を入れて一煮立ちさせます。具を入れた油揚げの閉じ口を上にして並べ入れます。落とし蓋をして20分ほどに味を含ませます。ここでワンポイント、油揚げの大きさによって中に入れる具の量を調節してください。卵を小さい容器に割ってから油揚げに入れると入れやすいですよ。鶏のひき肉を入れてもいいですね。はい、完成しました。調理時間はだいたい30分くらいです。肉、魚、大豆、卵などのタンパク質は免疫細胞や皮膚、粘膜を作る材料になるので、免疫力の土台を作る栄養素になります。また人参などの緑黄色野菜に含まれるビタミン A は粘膜を強くし、ウイルスが体の中に入るのを防いでくれます。今回ご紹介したレシピは免疫力を高めるためにおすすめです。ぜひ作ってみてくださいね。ということで、12月のハルルクッキングでは卵と野菜の巾着煮をご紹介しました。来月もお楽しみに。